さあ、じゃあ本日のアンケートですねあなた北国への憧れがありますか、A、はい、ありますやっぱり雪みたいね沖縄の人ははい B うん、うん、特にないですもう沖縄外はい、えー、メールで参加する方は HIP="rokinawa.co.jp"="roki". n a w a c o j p あいよ。 はい、七ナちゃんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。北国への憧れってありますか？うん、ありますね。ほうほうやっぱり雪を見たいですし、ねうん、うん。あとは北国ってこうすごく美味しいものが多いっていうイメージがあるので、うん。お魚もこう身が引き締まっていて、そして油も乗っていたりですとか、うん、あとお米も美味しかったりだとか、そうそうそう。ね<え>お米美味しいとお酒も美味しいんですよね。うん、そうなんですよね。ねえー。うん。 もう飲んだり食べたりしたいですね。ねえ、一方沖縄はね雪全然降らないですけど、ね、どうでどどっちですか？究極にも二択だとすると。究極で言われるとやっぱり沖縄が大好きなんですけど。ずっと住んでるからね。そうなんです。離れたくないという気持ち強いんですけど、でもやっぱりあの雪国に行って鎌倉の中で。 なんか過ごしてみたいなとかねえちっちゃい頃はね雪合戦やりたくてしそうですねうんあれ結構憧れたな鎌倉もそうですけどうんうんですよねあとは雪だるまを作りたいなと思って絶対的に無理ではあるんですけど昔冷凍庫のんだろう氷を作るところって結構 この<あ>壁側に雪っぽいのがついてた <laughs> ついてましたよね。うん、あれをかき集めてすごいちっちゃい雪だるまを作ったこととかありますねね、うん、そうねだから沖縄もね、はいうん、限定1週間とかだけ雪降ってくれるといいですけどね。えー 本当ですね、うん、でまだあまりね雪深すぎると結構いろんなね、うん、大変だったりするんで、うん、あれなんですけど一、ね、週間ぐらいだったら沖縄も降ってほしいな本当ですねあ,<ー>あのうちの娘も雪への憧れがあって、うんはい、雪みたい雪みたいってよく言ったりするのであまだじゃ本物見たことない見たことないんですようほうほう、うん なのでこういう限定1週間でもねあったら子どもたちにとっても最高の環境だろうなと思いますよね喜ぶだろうね、うん、たまにあるもんねどっかから持ってきた雪あの <laughs> 広げますよみたいなそうです、ね、子どもたち集めてみたいなね、うん、あれでも相当喜んでるからね本当ですよねもうはしゃぎっぷりが、ね、かわい,いですよね大人でも沖縄の人はたぶん降ってくる雪みたいですね。うん 見てみたいですねあの積もってるのもいいんですけど、うん、こうチラリチラリと雪って本当に上から落ちてくるんだなっていうね感じですよね。本当ですよね、うん、やっぱりこの雪へのイメージがこの積もってるっていうのが一番強いので、うん、本当にあ空から舞うように降ってくるんだなっていうのを味わうとまた違ったこうね感覚で。 いろんなことをこう想像できたりしそうですよね。うん、まあ何よりちょっとロマンチックだもんね雪ってね、うん。本当ですね。こう心身と降り積もるとか言うじゃないですか。うん、どういう感じなのか体感してみたいですね。本当ね。うん、うん。あとは温泉だな。はい、憧れはもうこのい一生に一回あれやりたいんですよ。あの雪降ってる露天でお猿さんと一緒にお酒飲むっていうやつ。王、うん、道の。本当ですね。うん いや、味わってみたいですね。で、雪景色が広がってて。うん、こう、木立ちには木にね、うん、こう、雪もほんのこ、ほのり積もってたりしけみたいなね。いいですね。うん、<ー>味わってみたい。うん、はい、わかりました。はい、ありがとうございました。したやっぱ、そうっすね。雪への憧れあるな、なんかな。はい、えー、お昼のニュースは報道部ニュースセンターから近所七重アナウンサーでした。 はい、えー、本日のアンケートをですねあなた北国への憧れがありますか、A、はいあります食べ物ね景色気候などなどはい B うん、うん、ないです沖縄がいいかなっつってはいさあそして、えー、昼ボケのお題このお題今日までなんですよね鍋奉行主催の鍋パーティーさあルールを教えてくださいはいえー、懸命に昼ボケと忘れずに 本日もアンケートを昼ぼけともに張り切って参加してみてください。ゆたしくさああのアンケートにね行く前にね僕オープニングでね QR コードずんなしで怒られてきたのやるかって話したじゃないですかして一回ね「スクショしてください」って言ったでしょしたらもうね「スクショって何?」っていうツイートがあるんですよ。ええうまからな。勉 <laughs> さんはスクリーンショットができないスマホは スクショできないスマホってあるねんいやいややり方わからないだけじゃないの <laughs> そっか熊からラインやってないとかはいまあまあいいですよ、はい、さあ本日のアンケートね「北国への憧れがありますか?ね」ね A が「はいあります」B が「いいえないです」。 やっぱありますね一番雪かなさっきも言いましたけれどもうんあとねそう沖縄にはないような美味しい食べ物がたくさんある気がしますねほんでやっぱり内地のこの寒いところというとまあお米が美味しいイコールまあお水がきれいっていうのまあ雪が降るとね雪どけ水があってお水がきれいっていうプラスイコールあーお酒が美味しいと日本酒が美味しいというイメージがあるのでそういうところですかねあとなんかね わからん、もう内地のあれってイメージを、川魚をね、アユとか食べたりするじゃないですか、あんな沖縄ないからね。はい、そういうイメージでしょうか。いきましょう。ヒープーさん、ヒージャーパイセン、明けましておめでとうございます。私です。神です。神様からメールチョン。お <laughs> か。神様のアドレス、これなんだ。<laughs> <laughs> 割とフランクだな。さあ、アンケート、北国に憧れ。 ないの B あえそうなの遊びに行くくらいならねえとは思うけど住むのはちょっと投資する未来しか見えないさはねもう家の中に入っとけば大丈夫なんですけどああそうだヒブさん明日共通テストってようちの長男と仲間たちがみんなに頑張れうんしてあげてほしいなハートそれではパイパイはい神さんありがとうございますそうですね明日明後日ですか共通テスト今共通テストって言うんだね このな一二点三点そうの親何世代ですか僕は共通一時って言ってた世代ですけどセン,センター試験世代ですかあセンター試験世代センター試験っていう言い方が一番長いんだっけ、うん、多分ねはいありがとうございます頑張ってくださいまあ、頑張ってっていうのはもう明日だからさもう今はよあれがいいよこの体調整えるとかよ自分の力 100%120% 出せるようなちょっと休んだ方がいいんじゃないかなと思ったしますけどねうん。 えー、エイリーですはいこんにちは LINE の友達追加意味がわからんもう一度説明お願いしますもうやらないですもう,もうやらないです <laughs> アンケートありますありますカナダに移住したかったですあ北国といっても外国だカナダで木こりになって幸せに暮らしたかったですリクエストカナダからの手紙ねはい エリーさんありがとうございますうんイメージで多分言ってると思うんですけど大変だと思いますよキコリって <laughs> しかもあの日本のじゃなくてカナダだったらデージまっすぐ伸びる高い木があれ切られていけないでしょ切り切れるん、ね、やエリーさん本当にえー、皆さん内地のピンゾロノリですこんにちはファイナルボンバーの金曜日のアンサーは B 憧れって言われたらないですがたまに遊びに行くっていうのはありかなその昔ブレジストンの北海道にあるテストコースで真冬にスタッドレスのテスト行きましたが楽しかったっすよただあの寒さは23日体験できればいいかなやっぱり暖かい沖縄の方がいいですそれでは番組最後まで千葉りよはいまあまあこれ特殊な体験してますねスタッドレスのタイヤメーカーのテストへー ああ僕だから雪はいいなぁとは思うんですけど車が好きだから運転ねだから雪の上で運転したこと一回もないのであれチェーン巻いたりしないといけないんですよねそのあたりがちょっと未体験ゾーンですねあそうね雪の中で一遍車運転してみたいなはいこっちこれえー、ラジオネーム中文中だけど何かハいサイヒープアニキこんにちはアンケート B 釣りもできんしひいさの七飯がヤシが1回だけは大間のマグロ漁を体験したやつさで時間まで4八割要塞これ有名なんですよねマグロねお正月が三千何百万とか言ってたなええー、これ釣った人のねインタビューやってたんですよ家死に城と <laughs> お 応接間にはこれいくらするわみたいなのがいっぱい飾られてましたね夢があるでしょだからねはあ、はい、ありがとうございますアギジェさんこんにちはアケマうわ死に省略したあるアンケート A あるよハスキー犬をたくさん連れてそれに乗りたいして少し休憩して犬の首に下げているブランデーとハムをナイフで少しちぎって食べるどんなに動いても ななならららいいから体拭きシートいらなさ,そうさして鎌倉作って中でソーキそば食べたいな雪にビール瓶さして冷やしとこはしさあの想像がちょっと散らかってますよね <laughs> <laughs> いやいやいやなんであっちまで行ってソーキそば食べる場合や現地のものあるだろう <laughs> 帰ってきてから食べないソーキそばは。 ね、これブランデーとハム少しちぎって食べてこれ何かで見たやつだし多分映画か何かでかっこいいなと思ってでもあれあれだよこの映画俳優がやってるからかっこいいんだよわ <laughs> かる <laughs> はいありがとう体吹きシートはいらなさそうだ確かにな、えー、ヒープにに元気すか油切りをでははいこんにちは早速だけどアンサーへやっぱりさ沖縄の人間は一度は北の国に憧れると思うんだよね あんな寒い雪の世界なんか嫌だと言っててもさ、怖いもの見たさで行ってみたいんじゃない俺の友達なんか本当に北海道の大学に行ったさ。ほんで、そのまま帰ってこいよ。あっちの人と結婚しちゃってさ、肌の白い人に惹かれちゃうんだよね。まあそういうとこっちの女の人に半殺しにされちゃうから、ここだけの話にしておくね。それじゃあまた。油、はい。油切りをさん、ありがとうございます。いや、これはもうね、ないものねだりですよね。 あ沖縄の人はわあ色白いい,いなーって言いますしあっちの人から見たら「わー小麦色の肌」って言われるからね、うんはい、ありがとうございますいやでもね北海道、まあ、一番北ですけど沖縄と北海道ってなんかいろんな縁があるんですよなんかねうんそう。 島上りの友人が結婚して秋田に行ったんですが結婚当初は雪も見れて魚介類も美味しいからとハイテンションだったけど今は離婚してまでも沖縄に帰りたいと言っています今の時期は雪が積もってるだけで何の楽しみもないと言ってました <laughs> 極端。極端だよ雪の中でもあるよ楽しみはな何かいろいろスキーとかできたらいいっすけねあれ沖縄にとかなかなかできないスポーツですよ ちちっちゃい時やりましたけどはいはいはヒープーさん略して鉄壮ですこんにちはしてアンケートをです神奈川に12年住んでいたのでほら冬はウィンタースポーツを楽しんでいたので冬になったら雪山に行きたいですねヒープーさんウィンタースポーツなんかやったことありますか私ははスススキーーノボスケートななかなかのの腕前前でですすよ20年前の話ですね 鉄さんありがとうございますスキーはありますね <laughs> スノボは俺ちっちゃい時なかったんでないですけどアイススケートはね沖縄でも一応できるところが何箇所かあるのでやったことありますけどねうんだから沖縄でいうそのマリンスポーツ的なことがやっぱウィンタースポーツとしてあるわけでこれがまたできたらねかっこいいんすねー。 よく映画にもなれましたけれどもゲレンデで見るとまあ1.5倍もしくは2倍ぐらいかっこよく見えるというねだからスキー上手ねってモテるっていうことですよまあ沖縄でいうとエイサーみたいなもんですね1.5倍 <laughs> かっこよく見えるっていうねはいはいこんにちは B の憧れはないですね 若い頃、福岡に住んでいましたが、チャリで雪の中の通勤、マジで辛かったのを覚えてます。毎年最初に降る雪の日は、っほーっつってテンション上がっていましたが、二日もすると見もしなかったですね。旦那は北国付近の出身なんですが、絶対沖縄から出ないと言ってます。冬は本当に大変と言ってました。コロナ落ち着いたら速攻、旦那の実家へ行く予定ですが、雪積もってる時期狙っていこうかな。下の子はまだ一回も見てないからどんな反応するかな。はい、ヒープさん。私 雪の降る露天風呂で少しだけ野生の猿と混浴しましたよ一応結構緊張しました思ったより怖いではあります <laughs> あそうはいあなのグルんさんありがとうございます <laughs> 不思議な日本語だよね一応結構緊張しました思ったより怖いではあります沖縄 <laughs> の言い方 <laughs> ああそううん やんばるカンガルーポーさんヒープーさん全国からラジオをお聞きの皆さんこんにちはこんにちはあるあるの A ですだってチーム響きですからヒープーさんがチーム響きって言ったんですよ暑さに弱く寒さに強いので昭和基地なんかもどうかなと思っていますあっちには菌がないからコロナの心配もないよねそれに食料も十分にあるって誰かが言っててさそれでヒープーさん最後まで番組を頑張ってくださいバイバイ、はいえー 昭和基地は南極にね、ある基地ですよね。うん。え。ちゃっさ。チーム響きでも、あまり軽いしゅうえやでいかんだろう。<laughs> まずよ。誰から怒られるよ。すぐ。お前フラーかっつって。なめんなお前っつって。<laughs> いやいや。チーム響き、限界があるよ。どこでもいけるわけじゃないよ。 イブさん、こんにちは。チーム運びは四軸定食愛好家です。こんにちは。アンケート B. です。どうせ寒くなるなら、雪は降ってもいいけど、絶対に積もっては欲しくないです。絶対に事故る自信があるし、生きて帰れる自信がないです。四軸定食愛好家さん、あの、大きいトラックっていうかね、運転されてる方にとっては、絶対ちょっと厳しいよって思うでしょうね。チーム取る年クロちゃんです。皆さんご機嫌いかが、こんにちは。 アンケートの答え B「おいらは母親が越後」「新潟県で」で父親が会津」「福島県の出身」いわば雪国人のハーフだからね雪の大変さを知っているよ特に母親の実家は豪雪地帯だったから冬は2階から出入りしてたな雪下ろしも大変だしねそれでは番組最後までお決まりやすはいクロちゃんありがとうございます <laughs> それもあってクロちゃんしょっちゅう沖縄来てるっていうところもあるのかなはい、ありがとうございますはいババンのコーナー えー、ラジオネーム「オイラのオイマデさんの」「ヤナワラバーターにババンええ」「ワラバーター今日も俺の家のブロック塀の上に設置した目隠しの木材の節を誰かが100点と決めつけてエアガンで売ってくるんだけど大半が網戸に当たって穴だらけやしが」「ええ」「一応ンオンよガス銃も電動ガンもむっちゃ温度知らんどいった」 <laughs> 対抗三ハや <laughs> はいありがとうございます危ないんでね、はい、人の家に向けて打たないでくださいねはいさあ本日のアンケート北国への憧れってありますか A が「はいあります」B が「いいえない」ですさあそして「昼ボケ」のお題今日までですねこのお題鍋奉行主催の鍋パーティールールを教えてくださいはい懸命に「昼ボケ」と忘れずに「 えー、メールで参加する方は h i p r o k、ok、i n a w a c o j p 電話がですね0 9 8 8 6 9の8 6 4 0はい、えー、ファックスが0 9 8 8 6 9の2 2 0 2となっておりますのでまだまだ張り切って参加してみてくださいお待ちしておりますよさあ 本日のアンケートですね。北国への憧れがありますか ?A がはいあります。B が言えないです。ということで。えっとね。<laughs> お疲れ様です。スマホ機能のコーナーへ。ヒブさん、ホルモンアツです。はい。こんにちは。別にスマホ機能のコーナーやってるんだけどな。オープニングの LINE とかの QR コード機能すごいですよね。もっとすごいのが Google レンズ機能。 目の前にある気になる人物物体動物植物言語何でもスキャンカッコカメラで覗いたら正確に当ててきますよねさらに写真に保存したのもスキャンしたら正確に当てますよヒープーさんの写真もスキャンしたらビンゴでした車バイク何でもスキャンしてみてください楽しく便利ですよ次回のアンケートはあなたの発見したお気に入り便利スマホ機能 が希望ですよろしくお願いします。待ってよこれよこれ聞いたことあるんだよ。要はこれカメラ通してかざしたらこれが何ですっていう説明が出るやつですよね。使ってる使っていないけどあるのは知ってる。はあこれはこれこれぬやがってなった時に便利ってことですよね。え人ル？ええ 例えば一般の方の顔として誰っては出ないですよねそれやるともうなんか怖いもんねうんあネットにもしその人が何かで乗ってたらそれに近いようなものが出る、うん、えっしようかしようかって言って「しようか」って出る「<laughs> ROK、OK、技術クラブのしようか」っつって <laughs> 怖い怖い怖い。へー はい、ありがとうございます。すごいな。使ったことはないな。タイムフリーはタイムフラーさん。こんにちは。えー、ヒーアイヒーアイヒープーさん。面白すぎるリスナーの皆さん。ポカポカ容器で 2V、カーブイ VV ブイブイしてます。本日もお手柔らかに参加させていただきますの。A です。雪や美味しい食べ物にも惹かれて憧れますが、何よりも東北弁に興味があります。うん、中学生の頃によくテレビで見ていた、 天才たけしの元気が出るテレビに青森在住の高校生、えー、青森弁を話す三上大和さんをひっちり見ていて休み時間や友達と話す時も「おめえ何やってんだ!」「三上だ三上だ!上だ」って真似ばっかりしてました真似ばっかりして高校の授業では本読みで当てられた時も「なんちゃって青森弁になっちゃって笑いが起こったことも <laughs> 死に影響されてるな <laughs>」昨日のことのように思い出しました 青森弁は3つに主に分かれていて、えー、新山千春さんは津軽弁松山健一さんは下北弁あと南部弁に分かれてるそうですヤヒブさんスタッフさん水分補給しながら千葉よ王です写真は、えー、三上大和さんですあっいやーこれちょっと覚えてないけどうあ青森弁ってこんな分かれてるんですねあーそうねえ 三村知事が言ってたらどれなんだろうね津軽弁なのかなはいありがとうございますああいいですね東北弁に憧れているうん。皆様こんにちはラジオネームシカボーですこんにちは早速アンサーへ。かっこいい男の舞台といえば北国というイメージがあります <laughs> 確かにな確かにあるなあるな南国ではないななんかな昔のテレビ番組は映画の影響が強いんでしょう 大自然を舞台に紡がれる家族模様を描いた北の国からやムツゴロウ動物王国のドキュメンタリー。そしてロッキーフォーの敵地のロシアでトレーニングに打ち込むシーンは男のロマンです。まあ、どれも真似できないですけど、いつか旅行でもいいから、少しでもその雰囲気に触れたい気持ちあります。はい、シカゴさんありがとうございます。ロッキーロッー4。だっけ？あれはロシアの？どはい ド,ドラゴだったチューバーああロッキーって言ったら生卵飲むシーン思い出すでしょあれスタロンシー嫌だったってな嫌 <laughs> <laughs> すぎてこの卵飲むシーンだけ別ギャラで撮ったってよ。<ー> <laughs> <laughs> からプライベートで飲んでるわけじゃないやつだから多分ね、うん、ドラゴそう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 このこのなんかあのかっこいい角割りみたいな感じですよね プルプルゼリーいちごさん未来の私のお友達の皆様こんにちはこんにちはアンサー B うーん住むのは無理家の中で料理が凍る家で育った私あえそうだっけ寒いの苦手です水道から冷凍の水が出てくるから手は痛いしうがいも痛くてつらい道が凍るから住所伝えたらタクシーから降ろされるしかっこ坂道の地域なので過去にタクシーが滑って川に転落したから 寒い地域に住むのは二度と嫌です。遊びには行きたいけど。あ、プルプルゼリーさんは寒いところからこっち来たんだっけ、沖縄に、はあ。この中で一番嫌なのはうがいだな。もう、近く花瓶の人とかデイジャーに。毎朝サーガーガーし。<laughs> はい、ありがとうございます。はい。 本日のアンケー A が「はい」「B がい「いえ」ということでちょっとうちの塩川をさっきのね Google の写真で撮ったらやっぱ名前は出てこなかったですねなんでか知らんけど検索結果が全部白黒の画像で出てくるて <laughs> <laughs> なんか古い写真ばっかりが出てきてなんでかなと思ってね。 皆様こんにちはディキタクの嫁ですこんにちはアンサーへ憧れの大谷翔平さんと北国との縁で桜の季節に岩手県に行く予定ですんどういうことだろうこれ小学校中学校花巻東高校その近くの食堂や大谷さんと握手できる銅像などにも夫婦でエンゼルスの T シャツで巡礼してきますあ、聖地巡礼みたいなこともうほうほう 名古でキャンプしていた大谷さん身近にいた時には行けませんでしたが憧れの選手のふるさとに行ってきますではではお時間まで千葉利用途そんなに好きなんですね生まれ故郷行くぐらいえー、はいありがとうございますそっか大谷君はそうか岩手県出身あ野球練習どうしてたのかね冬ねすごいね 皆さんこんにちは京都市の静香ですこんにちはアンサー A うーん考えてみると初めて北国に憧れたのはベタだけど北の国からですかねあんな過酷な暮らしは嫌ですが景色も雄大海を埋め尽くす流氷えこれラウスから国後島はすぐそば十勝はどこまでも平野青森は思った以上にりんごりんご人も自然も農海産物も 過酷な環境に耐えて、みんな強い、美味しい。改めて日本は広い。どこもそうですが、実際に行ってみて、体験してみると楽しいですよ。静香さんね、あっちこっち行くもんね。この間も寒いとこ行ってたもんね。う,ん,うん。過酷な環境に耐えて、みんな強いし、し美味しい。さっき魚がね、あれって言ってましたけど。そうなんですね。うーん。 ま,まああの北国の人はやっぱりだから辛抱強いって言われてますよねまあ全員じゃないとは思いますけどもちろん要は冬の期間こう我慢しないといけない外にも出られないっていう時期が結構長かったりするからっていうふうにね聞きますけどねうん皆さんこんにちは DJ パルユですこんにちは答え A「北国にやはり行ってみたいです」「自分の最北端の到達点は秋田駅」「一人旅での乗り換えでの記録」なので まだ一度も行ったことがない北海道に行きたいですね稚内東根室の最北端最東端の駅もですが一番行ってみたいのがバンエイ競馬馬券を買うよりも重い重いソリを必死に引っ張る馬馬でいいのかなこれの姿を見て応援したいと思ってますよ。引っ張りながらやるってこと勝負するっっててここととすええ何何どんなやつ じゃあこれデイジもそりと乗る人の体重やしなんかへえー、いやどうせだったらさなんか12月にやってサンタクロースの格好させればいいのになああ,あれはトナカイですけど <laughs> <laughs> 馬じゃないですけど <laughs> はいありがとうございます <laughs> そっか。 えーえー、はいさあヒープーさん冬山を知らない明るいリス砂の皆さん凍結で新雪の山に車で突っ込んだことがある情けない N だよかっこ泣き笑いうわこれ怖そうだから遊びに行くなら A だけど憧れないの B だよ雪の中で仕事をしていると手はかじかむし鼻水は出,っ放し出放題だねそれじゃあヒープーと行く冬の温泉旅行が企画されるのを楽しみにしてますはい もしあったら絶対参加してくださいよ。えぬさんありがとうございます。面白いな。行ったことない人はやっぱ憧れがあるから「雪いいね」って言うけど暮らしたことがある人はいやいや雪は量によるぜっつって降りすぎたら大変だよっつって。ねうーんまあでもな行ったら、うん、沖縄も台風もあるしななんか一丁行ったんであるか。 うん、これだけ違うのはねただねやっぱ気温が低いってことは外で眠れないってことですよマジで死ぬからねで沖縄みたいに酔っ払ってから外で眠ったっていうのはちょっと通らないところがあるからうんそういうところでは確かに気候はちょっと冬は厳しめですかね、うん、ヒブさんこんにちはミーバイマルバイですこんにちはアンサー B です昔ニセコにスノボしに行ったんだけどめちゃくちゃ寒かったよ 那覇空港気温25度北海道気温マイナス15度だったよ冷凍庫に入ってるみたいな友達が迎えに来ていたんだけど車のドアも凍ってからあかんからドア蹴っ飛ばせってさ息子持ちしまってたよ <laughs> そうでしょうねご子息じゃないですよ、ね、本当のねああそうはいありがとうございますうん寒い時どうなってんだろう <laughs> マイナスいったらどうなってんだろうっていうのをちょっと見たやけんですよねあ,、はい、ありがとうございますこんにちは今年もよろしくお願いします鹿島正夫ですはいこんにちは僕 B ですね宮城県に3ヶ月ぐらいダンプの運転手で行きましたが道走るの怖い怖いダンプで勝手にドルフトできましたよ観光で雪国に行くのはいいんですけど進めませんね早起きして車の上とか周りの雪かき トイレも凍るし水道管が凍るから一日出しっぱなしでしたよ結構雪が積もった日があり一人興奮して雪合戦したかったんですが友達もいなく一人で投球練習してましたではさようならはい樫正夫さんありがとうございますそっか雪合戦っていうのは相手がいないとできないのかね一人でやったらただの投球練習なんだ この人一人で玉投げてるけどなんでかねなんでねどこまで円筒の練習っていうかね <laughs> ちょっと寂しいな <laughs> はいありがとうございますわー水道管がコールが出しっぱなしいやそうなのか結構だなやっぱりな、うん、ちょっと降るぐらいがやっぱり一番いいぐらいなのかなそう考えたらな、うん、皆さんこんにちは東京都練馬区のユーナパパです今年もいたしくお願いしますはい こんにちは今日のアンサーは A 日本の北国にはあります夏の過ごしやすさとか温泉もたくさんあるので憧れます青森のスカ湯温泉とか行ってみたいなと思ってますちなみに秋田に住んでいた大学の子はいいから冬の朝は車の雪下ろしから始まると聞いていますし大学時代を青森で過ごした会社の先輩によると青森の国道は片側4車線あるけど 冬は歩道側の2車線が雪かきした雪で埋まるから片側2車線になると言っていたので済むのは躊躇しちゃいますうわわわそうかあんなにたまる半分も雪で塞がるへえ<ー>やんどうやこの道たまってる雪どこにどかすかってなるからねお外側の車線が埋まっていくっていうへえ車の雪下ろしから始まるあれさ どんなして下ろしててるのっていうかさ毎日これやるって言ったら思うわあんなや1 0ンチも2 0ンチも詰まんど,どんなして落とすかっつってあれ氷でやさに、ね、要するに「氷を屋根の上からガーサガーサして落とすわけ?」。あまああんまりも多分ね車で出勤しなくなるでしょうね。 もうだからよ,よく僕はあの好きな旧車持っちゃうなんかは冬は乗らん車庫に入れてもう絶対乗らんっていう人多いっすよだからねそっか車乗れなくなるのかそれちょっと嫌だなファックス「ハイタイヒープーさんスタッフディスナーの皆さんニーブ v カー V ですこんにちは」「北区に憧れありますのイエスです寒いのは超苦手ですが雪は好きです」「初めての雪北海道」 まつげに溜まる雪や手のひらに落ちた雪印マークに感動しました。雪の結晶本当に感動しましたよ。あとは積もった雪に両手を広げたままだいぶドッスン。ァッファーで痛くもない。いい気持ち。ヒブさん、雪にダイブしたことありますかあと美味しい食べ物。もう魚魚魚だね。あ、えー、スノーボーに今の相方さんと一緒に行ってはぐれてしまって、もう一人残されて、 死するはずで、何分か思っていたら、遠くに人影が相方さんでした。カッコ涙うるうる。今でも忘れない出来事です。私は探してくれてありがとうね。じゃあ、最後まで片付かない、片付けして聞いてます。ヒブさん、本音もいたしくぬげさびら。では、グブリします。はい、ニエカブカブリさん、あら、なんか運命のあれね、出来事だね。はぐれてしまって、うわ、もう絶対怖い。 いやいやいやもう本当に命に関わるやつだから雪山で行方不明だってはぐれてしまうって怖い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 、うん、ね初投稿ですあありがとうございます熊本は八代市から先祖代々貧乏な屋根の上の稲葉と申しますあ上に乗せるんじゃなくて上に乗ってんだいすいませんじゃあウェルカムを屋根の上の稲葉さんはじめましてウェルカムふんおいありがとうございます もう何年も聞くだけリスナーでしたが今年からちょっとでも参加させていただこうと思いますどうぞよろしくお願いしますはいありがとうございますメンソーレえー、有名リスナーさんとも交流していけたらいいなと思ってます各国ワガナーさんとアレキサンダークマさんはついともに勝手になりました早速ですがリクエストお願いしますザ・ドリフターズの「乗ってる温度」お願いしますお昼からも頑張っていこうと元気が出る曲ですはい 趙さんの声がなかなか良いっていうタイトル書かれてますね僕よりもちょっと一回りぐらいは下一回りまでいかんか10個ぐらい下の世代ですけどあそう聞きたいんですね。うん、では一曲ということでラジオネーム屋根の上の稲葉さんからのリクエスト「ザ・ドリフターズ」で「乗ってる温度」入りました。すごい歌でしたね 屋根の上の上稲葉さんからのリクエスト「ザ・ドリフターズ」で「乗ってる温度」という曲をねラジオから浴び出しましたけど本当にチョさんの声声声ががいいいいででしたねねダミ声な感じで、ね、はい、ありがとうございます Twitter 見てたらですね一個悲しいお知らせがあってですねサッチーさんという方がですね「え誰もいないよ」って言って今行ってるんですよ青森県フェアの会場に。<laughs> さサッチーさん <laughs> 明日だよアチャーローやテルテルソウが行くんだよあんた人話何も聞いてないね今までもいないよ <laughs> 看板だけ落としてから、ね、写真にあげたろ。る <laughs> 明日明日ですよはい、お願いしますすみません上上がりの島からどうもカジキ釣りましたですこんにちは 泣いちゃーなんですけど B1 ミリもない大学生の時は週に2回スキーに行ったり半年間住み込みのバイトをしたりしましたのでもう十分お腹いっぱいカジキが新潟に山ごもりした時には平成15年18年だったかな今年ぐらいの記録的な大雪の年で1日80センチの雪が3日間連続で続きました3日で2メートルですよ山の上のゲレンデは標高高いからもっと積もってあんまりの雪の量にリフトの支柱が傾きましたよ あなたが絶対住みたくない冬なんかやらないよいるよや冬あったほうよ。はいカジキ釣りましたさんありがとうございますあやっぱり適度に振ったほうが一番いいってことなんですけどねどうしてもやっぱり多くなるところもあるからねうん,こんのの。こんにちは名古屋の野菜田ですこんにちはアンサー B 今まさに富山にいます過去に金沢に住んだり 妻の実家のある富山に帰省したり、北海道や北陸や新越へ仕事で行ったりですが、正直雪は邪魔なものでしかないですね。今週は長野から新潟、金沢、富山と回りましたが、めちゃくちゃ暖かくて雪がなくて快適でした。来週は2週間北海道ですが、ちょっと寒くなりそうなので心配です。あ海産物はめちゃくちゃ美味しいです。富山のきときとな 回線はたまらんですね。きときとなんすか。これね。どう形容詞？なんすか？きときとって物の名前？え、名古屋のノーさんこ女のあっちこっち行くお仕事でしたっけ？あんなに頻繁にえー。うん、あのね。そうそう。全国ニュースでやってたんですけど、えっとね。今はねあったかいみたいなんですよ。 今週いっぱいかな暖かくてまた来週なったらまた寒くなるみたいなことを言ってましたよきときと<鮮>あ、新鮮っていう意味はえこんな言い方するんだはい、初めて聞いたはい。名古屋の野菜さんありがとうございます、うん、出張そうね出張で行くぐらいがいいんじゃないかという意見もありますねうん ひぶさん、こんにちはポポジジティブななッのキッシーっすこんにちは。アンケート A。北国に憧れすぎて YouTube で札幌のデカ盛りを紹介してる YouTube ばっかり見まくっていますよ海鮮丼から肉にスイーツまではあなんていう食のパラダイスなんでしょうヒブさん北海道からラジオの特別番組放送するなら生のパラダイスで優しくですうふふ、じ <laughs> ゃ今日も最後まで千葉りよ <laughs> やんばるのキッシーさんありがとうございます YouTube でも見る食べ物は、まあ映像だけですけどねそれでも見たいんだ<ー>タイトル食あげキッシーあれスイーツが好きなの分かってたけど別に他の大盛りの何かも好きなの,の最近見てないけど マギになってないから大丈夫かよね R&K のパパさん、ヒブさん、リスナーさん、こんにちは。こんにちは。今日のアンケートですが、A のもちろんありますですね。なんと言っても食べ物が美味しい。カニ、ラーメン、スープカレー、ジンギスカンなど美味しいものたくさん。これ北海道かな。カニといえば、学生の頃友人と三人で、食い倒れツアーみたいな感じで行き、カニの食べ放題にチャレンジしました。 お腹を空かせて挑戦したんんですがやははりそななには食べられないしかし友人の一人がイカスいで「お前どこにそんな食べ物が入るんだ」というほど食べまくっていましたその後に締めに「おにぎり6個食べてましたよ」<laughs> 考え考えられん私はこれに挑戦した後しばらくカニが苦手になりましたでも北国最高はいありがとうございますうんカニね カニの食べ放題なんてカニってさあんまり俺食べ慣れてないからだと思うんですけどこのね難儀してとこの身が少ない時があるわけよまあまあ高いのは多分太いからあれなんでしょうけど安心難儀してこんだけなっていう時あるからあれ食い放題さ何匹割らんといけんばってなるからあのね剥いて出して思わ <laughs> ね、この割ってる時間も時間だから。<laughs> 長男。<laughs> あ、言えな。<laughs> 本当によ。そうなんですよね。愛してもらひぶんさんにすなの皆さん、お疲れ様です。復帰このピュアなアイスです。こんにちは。アンケートえありますね。だけど。佐賀じゃ滋賀県か、滋賀県に住んでる甥っ子が。 アイスが絶対に無理だよ沖縄で寒いって暖房やってこたつに困っているのにこっちに来たら泣くはずよ」って確かに沖縄でも外に出ないしなひぶさんおいっ子の子供がうちのあちを覚えたってば電話したら「ヤフラーや元気か?」って言ってば私がおいっ子に行ってるのを覚えたって「この子は頭がいいはずね」では最後まで読んのは頑張ってください今すぐ直させれそ <laughs> んなやおばさんに対してヤフラーやってや <laughs> 違う違う違う <laughs> あのさこれだけははっきり言っとけど私地元はこれ挨拶だよって言うけどこれ同級生同士じゃんどうや C 社に絶対言うかやすぐ来るさに言ってヤフラーやっつったらノー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 これ同級生の間のテーファーの挨拶であって目上の人に使うなこれもうやわ,わたい見たらや生きていけないよほんとにすぐどうや <laughs> このぐしかわの入る入り口の村のあっちに十字架に払りにんどはすごい <laughs> <laughs> でしょすごい気をつけないとさっきのドリフの歌すごいですねビン・ディーゼルさんツイッターかっけー、えー、クラッチカーゴかがしらさんは、えー、まさかティーサージパラダイスでドリフ乗って乗ってる温度が聞けるとはドリフの CD 持ってるので私は知ってましたすごいですね、うん、あとねあんまり雪降らんかったら夏にまた水不足になるんだって また、ムチカさんやおりや。うーゴ,ーゴーゴトラックさん。はい、こんにちは。ヒブさん、高校時代の同級生が言ってたけど、雪国の息子さんは、キャプレター状態だよ。雪国の車は、塩カル、塩る、塩狩るかな。融雪剤。で、錆だらけになるから、車庫や苗にしまってたよ。して、冬用にジムニー持ってたよ。四駆じゃないとダメなのか、やっぱりな。うーん。 はい、ありがとうございますやっぱりかじみ投稿くけよ冬の間では。アーロンさん「イブさん皆さん新年とっくに明けてますねおめでとうございます今年初投稿ですこんにちは。今日の大アンサはもちろん A 子供の頃に家族旅行でボーク文字の Y ギタクさんの <laughs> いやこれよ全く伏せ伏せってる意味ないよや」の北海道ツアーに参加して初めて「パウダースノーとダイヤモンドダストを見て」 感動して以来北海道が大好きになりました今年も3月と10月頃に北海道に鉄道の旅に行ったんだけど北海道は10回行っても全然飽きないからいいですよねちなみに特急列車でビールと駅弁を食べながら見る北海道の風景最高ですよ PS ヒープーさんは氷が張った湖で湖の中に落ちたことありますかめっちゃ寒かったですよアルカーヘアウトルサニアはいありがとうございます あのなんかちっちゃく穴開けてから魚釣ったりするあの中ってことでしょいや何度やんばま怖い怖いもう寒いあっ池平さんがそういえば反対でやってる柳拓さんのツアーは今回でラストらしいっすよあらまあ残念ではあるんですけどここで言います <laughs> 今ちょうちょちょちょごあっちが言うべきであって <laughs> なんで俺が残念だねって呼んでけば <laughs> 残念ですけど行 <laughs> ってねえって何で俺が呼んでけばや <laughs> 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 こんにちは鮎太郎ですこんにちは昔2015年1月11日に ROK、OK、を札幌で公開放送があって行ったよ寒かった俺こん時行ってないんだよ確かそう自分寒がりだから北部には旅行に行く程度だね放送翌日函館に行ったら吹雪だったよでも雪の中での露天温泉が好きだよひぶさん 夫婦で雪の中での温泉露天風呂に入ってごらん天国だよそれで最後まで頑張ってお相田さんどうしましたこれどういう意味ですか夫婦で雪の中で露天風呂に入って天国な何が何が天国だわけ、OK? あリアル天国が近くなってくるってこと <laughs> <laughs> あ死なさんけりデイジャスさんや元気どうや <laughs> ち一瞬しもれたからなと思ったんですけど会えああたらさしもれて言わんしなうんおいっす飛べない鳥はただの鳥ペンギンですおいっすお題 A 暑がりなので夏は北で冬は南で過ごしたいです夏の海やバーベキューには興味ないからさ宝くじ当たったら実行だと言っていますがそのせいか当たらない当たらないヒブさん今日の夜絶対クーラーだよね最近は暑くて何もかぶってないなじゃあまたね20度オーバーしてますからねびっくりしますよね うんはい、ありがとうございます。さあやってきましたよ「昼ボケ」のコーナーということで今日もね一番面白いベストオーギリスト決めますよということですよ。ということですねあとまあ業務連絡なんですけどあのいつもこの「昼ボケ」のコーナーねあのボケる前に「テッテッテリッテリッ」っていうってる機械で出してるじゃないですか。 機械がね、なんかヒンチしようもう休むって今日帰るったおうちに。ということなのでスーパース、スーパーリズムマシンが今日はやりますから <laughs> お楽しみにですね。はい。スーパーリズムマシン大丈夫ですか準備は。大丈夫あ本当んじゃあきますよ。えー、本日一発目。ラジオネーム。えー、モートーさんの 鍋奉行主催の鍋パーティールールを教えてくださいでテッテ,ッテレテレ一回止めていあのねボケが入ってこないよえこスイッチ入らないのこれ <laughs> 人力 <laughs> まあままああいいやちょっとね調子が悪いんですよだからもうゆうきりーがじゃあのね目立たないようにやってわかりました力みすぎたんで上ずっと温度やそうあのちょっと初めての仕事だああそうそうそう誰もやったことないやこんなのさらっとさらっとボケの邪魔にならないようにわかりましたいきますよラジオネームーとうさんの鍋奉行主催の鍋パーティールールを教えてください 肉はですって食べるべしなあこれ食べにくいっすねあれ太いからなす吸いにくいでもあるしなあ,あ続きましてエロザイルさんの鍋奉行主催の鍋パーティールールを教えてください一緒に食べるのはトーストかっこいちごジャムコーヒー あんまり入ってこないんだよなどうしようかな <laughs> <laughs> まあまあまあしょうがないですね今日はねギャラリーシリフへとットンはどういうことやね今見に来るミーゃない助けに来るミードな直してくださいこれ <laughs> 何ぼーっと見てる場合 <laughs> これ機械をさ電源が入るかどうか誰も確か いや技術クラブよ <laughs> えヌーゾーや <laughs> いや生の仕事をやるのや<笑>,笑っとんでや <laughs> はーし直るまでじゃそれで行きますよえっとねモワイトレモンさんの鍋奉行主催の鍋パーティールールを教えてくださいテッテッテレッテレッ、うん、ちょっと慣れてきたかな鍋奉行の眼鏡が曇ったらみんな箸大き眼鏡を拭いてあげてから食べる うん、手術的な、ね、汗みたいなことですね、うんはい、続きましてユンタンザヤッシーさんの「鍋奉行主催の鍋パーティールールを教えてください」テッテッテ「奉行に質問してよいしょするといい肉がたくさん食べられる、うん」これはちょっとでもリアルかもしれないですね、うん、褒めたらいい肉が出るとはい。 続きまして玉ティロさんの「鍋奉行主催の鍋パーティールールを教えてください」テッテッテレレ「初日は具材の説明のみ」<laughs>「何日かけて食べるばこれ」<laughs>「いやいやいいよ1日で早く食べよう」「あし」えー「続きまして薄皮寂さんの」 鍋奉行主催の鍋パーティールールを教えてください。ててってって？鍋を食べる前に書道で鍋の字をみんなで書いて、鍋奉行の合格がいただけるまで食べられない。あー、もうめんどくせえ。もうお腹すかしてきか来てるのに、もうじいいやし。後からでっていうね。うん 続きまして極悪善人会15番目の男さんの鍋奉行主催の鍋パーティールールを教えてください。ビンゴの人から一品当たる。どういうことビンゴしたら一品当たる。なな具材がってことあええー、みんな食えんばや。なんでビンゴ当たった人だけしか食えんば 鍋奉行主催の鍋パーティールールを教えてくださいまずはじめに鍋をめでる今日の土鍋は三代目舞平利左衛門の中期の作品ですねあお茶的なことですねわかればいいですけどねわかります鍋の良さとか焼きのなんとか誰が作ったかとかね、うん はい、続きまして黒幕さんの「鍋鍋主催の鍋パーーーティールールを教えてください家族写真がたくさん飾られているが鍋奉行しか住んでいない感じがするのは聞いてはいけない」「<laughs> 他のメンバーどこに行ったんですか?」っていうねなんか「しかもこれ23年前の写真ですよね」みたいなねあれこんなにね奥様も綺麗で。 お子様もたくさんいらっしゃるあれどこ行ったのみたいなの行ってはいけないってことですね、うん、これ普通の絵でもそうだけどな <laughs> ラストペンギンさんの鍋奉行主催の鍋パーティールールを教えてください食べる前に保険に入る、うん、何が入ってるんでしょうか <laughs> はいということで揃ろいましたえー、っとですね 今日はあの全体的にですねあの集中がねなかなかねできないですよねうんまあでもそんな中でも今日のね、はい、ベストオギリスト決めますんではいじゃあですね一旦コマーシャルですはいじゃあ今日のねベストオーギリストまあベストオーギリストは今日は勇気でしょ多分ね <laughs> <laughs> あれあれよ入れとうかんか勇気の声で同じのだったらむしろこっちの方が面白いかなと思ってきたんだけどでもボケに集中できないっていう難点があるんだよなえっとねえ鍋奉行主催の鍋パーティールール教えてくださいペンギンさん食べる前の保険に入るね一筆書かされるっていうちょっと怖いやつですねこれねはい梶木さんまず初めに鍋をめでるこれはいい鍋ですねつってね 三代目前平歳左衛門の中期の作品ですね分かる人だったらいいですけどね、うん、はい今日一子ですね玉貴ロさんえ初日は具材の説明のみえ <laughs> あちゃんちゅう,うんばいつかしいよやはいということですねおめでとうございます今週もですねはい素晴らしい作品がたくさん揃っておりますよ黒幕さんいいですね鍋パーと 略したら鍋から汁を数滴飛ばしてくる電話とかラインで今鍋パーチ打ってばおい,おい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 っって熱いのあちちちち何が鍋パーかお前はっつって <laughs> 地味だけど嫌なやつですね、うん、これもいいですよ黒幕さん今週絶好調なんだな鍋奉行が数秒静止を繰り返すっていうのはシャッターチャンスのイズはい はい、こう具材をこう中からは開けてるよあ取れ取ってからインスタに開けれえやせっかく湯気で言ってる時に開けとうむやっつって「ハッシュタグ鍋奉行はい投稿」えー、ヌーローさん「あいつあんなに仕切ってるけどバーベキューでおとなしくビール飲んでるぜ」って言わない <laughs> あの。 冬は死に生きってるけど、夏は全然おとなしいっていうやつですね。うん。はい。えー、金曜定期便さ。えー、これいいですね。毎回サブタイトルがある。鍋パーティーに。ね。いいですよ。闇鍋将軍からの大救出。キムチ鍋との和解。カレー鍋来週。 憧れのちゃんこちゃんの四本です <laughs> 食べるが明かしたらどうでもいいけど別にサボタイトルなんてな <laughs> うんキムチ鍋との和解 <laughs> 一回喧嘩したあるな喧嘩したあるなどういうお話の内容やが俺 <laughs> いいな はいということで今週一はこれですね「金曜定期便座」サブタイトルがついてる鍋パーティーねちゃんとあの横断幕もありますからね「第何回鍋パーティー」サブタイトル「キムチ鍋との和解」<laughs> <laughs> <laughs> 大げさすぎるだろお前 <laughs> はいおめでとうございます素晴らしいいやーいいですねはい さあ、じゃあ、アンケート戻りまして、今日、北国への憧れってありますか ?A が、はい、あります。B が、いいえ、ないです。ウミンチョハルサーさん。今日のアンケート、アンサー A ですね。スキーにスノボ、ワカサギ釣りと憧れはありますかこれだ氷に穴がかしてからやるやつあ。実際は大変みたいです。親戚が福井県にいるのですが、出勤のため車出すのに、雪かきに1時間ぐらいかかるそうです。あ、い,いえな。 そんな過酷な環境に身を置いている北国の方々に尊敬の念を抱いております明日ハイバルイオン行きます公開放送楽しみではでは時間まで呼んだわねということでありがとうございますミンチャールサーさんはいということでテルテル総ー青森県フェアスペシャルのお知らせです明日ですよさっき今日行って誰もいないっていう写真が上がってましたけど 明日14日土曜日、てるてるウレは、青森県フェアが行われる、イオン早原ショッピングセンター、1階イベント広場から、公開生放送。はい。北山定メン総レ安らテルミそしてリポーター、前徳日がゆう名優が、青森県のおすすめの品をご紹介します。ゲストは、先ほども来ていただきました、えー、三村慎吾、青森県知事、小野寺昭彦、青森市長、そして青森が生んだ、 猫でりんごでドラマーのニャンゴスター死に叩くよデージでよはいゆるキャラと思えないドラムプレーは必見です会場では特産品が当たる青森の正直クイズや津軽三味線の演奏など盛りだくさんテーマメッセージにご参加でりんごジュースソフトホタテ青森のお米青天の霹靂などもプレゼントしますはい あちっちゃい字でさこちっちゃく家ってことなのかなさらに今回会場だけのアトラクションとしてヤスラテルミが幻のデビュー曲「お母さん」を歌いますなんでちっちゃく書いてあるばこれ <laughs> もうちょっと堂々と言ってもいいやつだろこれ14日土曜日、えー、午後1時半からてるてるソウル青森県フェアイオンハイバルに来てけれはい明日 土曜日ねイオンハイバルショッピングセンターですよ一時半からやりますんで皆さんぜひ足を運んでくださいはいラジオ沖縄オリジナルポッドキャストお船のフリーランス女子レディーオー女性の自由で楽しく新しい働き方を実践するお船によるトーク番組です子育てしながらお仕事しながら聞いてくださいポッドキャストで O F N E で検索